多数を越した飲料である牛乳と異なり、乳糖とコレステロールを含まないので、乳糖不対象の人も、飲用可能である。味をつけずにそのまま飲むこともできるが、メープルシロップや蜂蜜などを加えて、甘みをつけて飲むことが多い。中世にはすでにスラム圏とキリスト教圏で、知られていた。中世の台所では、牛乳はすぐに腐敗するので、常食として置かれていた。 イランでは、アーモンドミルクをベースにした、ハリーレバダムというお菓子がラマダン中に伝統的に供される。欧米では、バニラやチョコレートの風味をつけた、アーモンドミルクも市販されており、豆乳と似通った扱いを受けている。動物性の食品を一切取らない、ビーガンのための料理やキリスト教の詩純説など、宗教的な理由で、動物性の食品の摂取が禁じられている。 期間中の料理に牛乳の代用として使用することもある。伝統的なブランマンジェはアーモンドミルクを使って作られる。アーモンドミルクから作られた無糖の有機ヨーグルトはハーバード大学医学部で最も推奨される食品である。家庭でも簡単に作ることができるが、その際は間違ってもビターシュを使ってはならない。なぜならビターュに含まれているアミグダリンが 加水分解されると猛毒のシアン化水素を発生するからである。ビターアーモンドは日本などでは食品としての輸入が禁止されている。ありがとうございます。